だったらお鍋はちょうど良かったみたいね。あら、そうでもないですよ。分かれるんですよ。へえ、そうなんだ。っていうか、ポン酢にそんなに種類あったっけ？四つ缶の味ポンを使えば、大体外れはありませんから。別に、適当に買ってるわけじゃないのよ。種類は意外とたくさんあるんですよ。柑橘系の味が濃いものや、だしの味が濃いもの、あとは醤油とのバランスで、少なくとも数十通りはあるはずです。じゃあ、このポン酢は葵さん的には OK？ 私はバランスがいいものが好きなので、このポン酢も結構好きですよ。まあ、私の好みでですけどね。ねえ、ポン酢って魚にも合うの？ええ、合うと思いますよ。この素晴らしい調味料をサンデーにも味合わせてあげようかと思って。さすがに鮭缶は合わないと思うけど。そうかな。チャレンジ精神は大事だよ。チャレンジするのはサンデーだけどね。味の王様にはなれないよ。私のポン酢。葵さん、飲み物足りてますか？あ、大丈夫です。ありがとう。Thank you.
てるのよ、二人とも。ですね。ああ、食べ過ぎたかも。まだまだいけるナリオ。なんとか平気みたいです。大丈夫ですよ。もうお腹いっぱいです。私は食が細いから。ですね。わかりました。目の前だってのに結構時間かかったね。あなたにとってロックとは何ですか？パンクな問いかけというか。どうします？
もったいないよ。おんぶはどう？おんぶ。そんな重くないでしょ。ま、ミロッチ胸は結構でかいけど。で、どうするの？私そんなお金持ってないってば。ちゃん、社長さんみたいだね。了解です。あー、おいしいアイスだにゃ。めー、それ私の顔。楽しかったです。
けど、まだ始まってないし、もっともっと来るんでしょ？入るのかな？ぎゅうぎゅうになると思うけどね。うわぁ、人に酔っちゃいそうだ。人生きれってやつだね。何それ？臭い生きれの仲間だと思うけど。匂いとか熱気とか、多分そんな意味じゃないかな。イカの匂いがする。お姉ちゃんにも見せてあげたかったな。私も双葉に。花火なら遠くからでもきっと見えるよ。それじゃ、帰ろうか。そうだね。